ゼルダってやっぱり遊びがあって初めてそのストーリーが決まっていくみたいな部分があって、で今回はその広大なオープンワールドでその自由に動けてしまうわけで、そうするとまあ時系列でこう進むようなストーリーってじゃあどこからこうアプローチされるかわからないっていうところでね、なかなか難しい問題があったわけですけど、まあ一ついいアイデアがあって、それのもとでそういうストーリーをちゃんと流すことができたっていう、そのあたりも全部構成はスタッフが考えてくれて、僕は今回はとてもその辺がうまくいったんじゃないかなと思ってますね。こうしたいってストーリー決めすぎるとやっぱり遊びがダメになっちゃうんですよ。それに引っ張られてやりたい遊びができなくなっちゃうっていうところがあるので、まあもちろんゼルダも伝説ですからゼルダっていうゼルダ姫とね、それからリンクと あと敵ね、ガノンだったり、まあ毎回ちょっと変わったりもしますけど、その三角関係みたいなものがそこにあって、その人たちをその3人を囲むね、その他の登場人物との絡みがあるっていう、そういう構成はねやっぱり大体決めますし、そういう形では進めますけど、最初はね本当にざっくりですね、やっていくうちにどんどんそこがこう決まっていくっていう、そういう流れですよね。ゼルダ、リンク、ガノン3体ともそれぞれ別のアプローチですね。でリンクはじゃあ主人公なんだから今回どういった、性格であればいいのかっていうところの、まあ、キャプションから入ってる部分も大きくて、でそこからデザインに落とされていく。で、ガノンの方は、とにかくまずはゲームとして最終の、ボスとしてどうあるべきかっていうゲームのロジックをまず作ってデザイナーに相談して、でじゃあそれを満たすものっていうのはこうだよね、サイズはこうでこういうデザイン で世界観的にはこういった素材感といいますか、見た目の、をしてないとダメだよねっていうところからおのずと決まっていく。でゼルダの場合っていうのが実は少し特殊で、お話というよりは2つのロジックから作られていて、で1つは、まあ、プランナーが考える部分で、そのゼルダがどういう人であれば、どういう立ち位置の人であれば助けに行きたくなるのかっていう、じゃあゲームとして、どんな設定であればいいのかっていうことを考えていくんですが、また一方そのデザイナーの考えるそのキャラクターの作り方っていうのは全くプランナーの考えていることとは逆というか違うんですね。でそれは何かっていうと、じゃあパッと見た時のデザインであったりとか、その、絵から受けるグッとくるデザイン、それを最初、まあ、プランナーとしてはよく理解できなかった部分があると。でよくよく話をすり合わせていくことによって、あなるほど、その魅力、キャラクターの魅力っていうものはとにかくロジックっていうのも重要だけれども、その、ゼルダっていうものを見た時にすごくユーザーがその魅力的に感じるっていうところっていうのの2つが融合しないとやっぱりいいものできないんだろうなっていうところを考えて、まあ徐々にそういうところでいろんなその必要とおぼしきゼルダというものの要素っていうのをデザイナーとかプランナーが出し合って、で最もぴったりくるデザインっていうものがシナリオっていうところに落ちていった結果、今のデザインになってるっていう流れがあります。まず基本的には、プランであったり、ストーリー、カットシーン、そういったところでこういうキャラクターが必要ですってものに対してデザイナーが、検討を始めるっていう形で作られます。で基本的にはそういう機能から のオファーがあって作っていくんですが、最終的にそのどういうデザインにしましょうかっていうところの決定権については、まあ、ほとんどアートディレクターである僕の方に任せてもらっているような状態でした。ただ、やはり主要なキャラクターですね、もちろんリンクをはじめ、ゼルダであったり、まあ、準主役級の人キャラクターっていうのも何名も出てくるんですけど、そういうキャラクターについては、藤林さんや青沼さんにもちゃんと商品を取って、やってもらうっていう形になっています。ほとんどの場合はOK ですよっていう形で、承認をいただくんですが、たまにこれだけは変えてくれっていうのがあるんですね。で、一つ、まあ、分かるか分からないかちょっとあれなんですけど、例えば、1月に公開されたトレーラーの中でも、出てたキャラクターなんですけど、その人は青沼さんの一言で、色が完全に違う色に全身変えられました。機能的な面でのリクエストだったので、特に喧嘩したとかそういうことはないんですけど、そんな例もあったりします。それとですね、リンクとゼルダについては、宮本さんにも最終承認をしていただいています。はい、
あのね、ガーディアンは実は最初に僕がたまたまスタッフに一番最初 のゼルダの伝説を僕が遊んだ時に、オクタロクって実はすごい大きな敵のような気がしてたって話をして、しかもすごい動きがもうなんか トリッキーで、もうあの敵嫌だったんだよねって、それをそのイメージでちょっと敵作ってみないかって話をして、でガーディアンというのが出てきたんですけど、あんなビーム打ったりするような敵になるとは思ってなかったんで、まあ、たまたまそんなきっかけで生まれた敵だったんですけど、本当にその後までね、なんかこのタイトルを代表するような敵になりましたよね。ゼルダの敵ってね、リンクがいて、で敵がいるっていう、で最初からたくさん作るんじゃなくて、まず一体の敵との戦いをね最初に作って、それが面白ければその派生をまたどんどん作ってる、ね、たくさんの種類を作ってるわけですけど、今回ボコブリンっていうね敵がいるんですけどね、このボコブリンっていうのがなかなかすごく細かな言葉でプログラムされていて、よう観察してると本当にね変なこといっぱいやってるんですよね。これがねなかなかいい感じにできてて、でそういうの見てるとね、なんかやっぱ可愛らしい感じもするんですよね。そうするとこ の敵ってもしかしたら最初は悪いやつじゃなくて、なんかして悪くなっちゃったんじゃないかなとか、いろんなことをそのキャラクターからね想像できるような、そういう動きをしてたりするので、そういうところでこうなんだろう、想像してほしいというか、この敵はなぜこういう敵になってしまったんだろうかみたいな。で作ってる側もね、多分なんかそんなことを意識して作ってるところがあると思うんですよね。ボコブリンって仲間を呼ぶために角笛を吹くと思うんですけれども、角笛の音をどうしようかなと思っていて、まあ普通の音楽で使うような楽器、例えばホルンとかを、まあ、使ったらいいかなと思って、まあ、最初は本当にそれでやってたんですけれども、あるまあプログラマーの一人が、実際に僕角笛持ってるよっていうふうに言ってきて、持ってきてもらったんですけど、本当にもう、まあ、これぐらいの、まあ、そんなに大きくないものなんですけど、それを、まあ、吹いたらすごくいい音が出て、でもそれを採用するっていうことにしました。実際アイディアとして出ていて、開発の上で、詰めていく上でなくなっていったキャラクターっていうのもいました。例えば小人っていうのがアイディアとしてはあって、で今 3D のゲームなので、まあ、小さい町があったりして、リンク自身が小さくなったりしたらどうだろうなというようなアイディアもあって、じゃあ至る所にそういう小さい、キャラクターがいたらすごく楽しいんじゃないかと思ってたんですけども、やっぱりそれも、他のキャラクターがすごく立っている中で、小人だけっていうとどうしても少しそのキャラクターだと、ゲームの中で、生きていく幅っていうのが少し少ないなっていうことが分かってきたので、まあ、ちょっと遊びとしてはすごくやりたかったんですが、泣く泣くカットになった種族だったりしますね。一番苦労したキャラクターなんですけども、ですね、ダントツでゼルダ姫ですね。まあ、理由というか、まあ、当たり前のことなんですけれども、まあ、ヒロインですので、まあ、最後まで仕草であるとか照明だとか、そのちょっとしたこうまつげの調子とか、そういうものを本当に最後の最後までずっと、もうこっちの方が可愛い、こっちの方が可愛いっていうのを最後まで本当にやってたんですね。ですので一番思い入れがある、一番苦労したキャラクターというのはもうダントツでゼルダ姫なのかなと思います。まあ、私の観点から見てなんですが、すごくいいところに落ちていると思うんですね。ゼルダ姫の立ち位置っていうのが、振れ幅が結構あると思うんです。すごくリンクと仲良くする、まあ、イチャイチャするみたいなところとか、いやもう騎士と姫様の関係なんだみたいなところが、まあ、例えばトワプリとかだったらそうでしたし、スカイウォードソードだったら結構もう恋人になっちゃうんじゃないかぐらいな関係性だったと思うんですけど、それがすごいいいところに個人的には落ちていると思っています。なので一番人気が出るんじゃないかなっていうのを期待してます。